頑張って起きました。何時に起きた？ついさっき起きましたよ。一回6時ぐらいに起きたんだけど寝ちゃってさっき起きました。昨日朝さ目ちっちゃくなっちゃうんだよね。おはようございます。今日は30分だけ少量分したいと思います。見て、ホークスのクマなんです。かわいいでしょ。見て、ユニコーン、かわいいでしょ。挨拶します。2月9日肉の日まで牛タン豚タン、ありがとうございます。チャンポイントは赤い元気なところ。肉大好き、福岡県出身、中学2年生13歳チーム警報の安井ひなです。お願いします。下がってくる。これおはようございます。すごい、みんな起きれたんだ。いつもこんな早起きしてるの。すごいね。眠くてひなは眠くてどうしよう。いつもね、朝は前髪の調子が悪くてアイロンをかけるんですけど、今日はまあまあ良かった。それは良かった。この口一緒めっちゃ割れてくる。おはよう、おはようございます。今日6時ぐらいに1回起きたから、なんていうの、朝日が見れましたよ。綺麗でした。ひなたん朝ごはん食べれる人？ひなはね、あんま食べないです。朝ごはんは、朝はお腹が空かないから。なんか平日は朝ごはん食べる気にならなくて、休日は朝ごはん食べれるんですよ。なんで平日食べれるようになる？朝ごはん食べないと頭働かない。朝ごはん食べても頭働かない。あ、いる。こう映していいよね。
ママが持ってきてくれます。なんか朝は食べるんです、食べないんですけど、こういうウィダーとかゼリーとかは飲みます。平日の日はどうしてもなんか食べたくなくなるんですよ。これ見てよ、キッズゼリーだって。お子様も喜ぶ美味しい桃風味、成長期のお子様の体を考えたおやつゼリーです。だって絶対これ赤ちゃん用じゃん。赤赤ない、ちょっと待って、赤ないよ。ギフト読みします。コタさんボールありがとうございます。アッキーさんハートありがとうございます。ユータさんお化けありがとうございます。コウちゃんさんハートありがとうございます。ユータさんボールありがとうございます。コウちゃんさんハートありがとうございます。タンタンさん星ありがとうございます。ユータさん何これ、風船かな、風船ありがとうございます。ヤヤさんコウモリありがとうございます。まどかさんお菓子ありがとうございます。ゆうたさんボールありがとうございます。山の家さんハートありがとうございます。たじさんお菓子ありがとうございます。たんたんさんかぼちゃ、かぼちゃありがとうございます。ただの魚さんかぼちゃありがとうございます。お菓子とおばけもありがとうございます。たんたんさんくまありがとうございます。ただの魚さんおばけありがとうございます。 HKT 超絶おじさんハッピーハロウィンありがとうございます。ただの魚さんお化けありがとうございます。マルサンフーさんありがとうございます。杉太郎さんハッピーハロウィンありがとうございます。杉太郎さんなんだっけ、風船ありがとうございます。ひろたんさん星ありがとうございます。太陽さん風船ありがとうございます。ボールもありがとうございます。マナフィーさんお菓子ありがとうございます。眠いな、あーキャップが落ちた。おいしい、おはよう、おはようございます。お眠いおひな、朝は強い方ですか。ひなめちゃめちゃ弱いんだけどね。それ朝ご、朝ごはん、朝ごはんはこれしか食べません。朝ってぼーっとしちゃう。肉まん食べない、肉まんはない今ないです。最近寒くなり始めた。今って秋ですかね。
がさ痒すぎてさ、なんかもうなんか春が来たって感じがする。みんな花粉症だからさ、春になると目かゆくなる。めっちゃ目かゆくなっちゃって最近。今は 秋なんだ。春夏秋冬、じゃあ次冬か。いつも何時に起きてる？早い時は6時半とかで、遅い時は何時だろう、7時25分とか。もう暖房つけます。つけてない、つけてないです。秋の花粉症とかあるんだ。これ以上ひなの花粉症増やさないでよ、辛いじゃん。辛いんです、秋も花粉飛ぶの最悪。ひなたのおはようの X 更新は7時ぐらいって思った。あーね、まあそれは調子がいい時かな。嫌なんだけど秋に花粉って。春の時ひなつらいんです、めっちゃ目かゆいし、くしゃみ止まらないし、苦手な季節ですね。でもひな基本ね苦手な季節しかないよ。春はカウントから苦手だし、夏は暑いから苦手だし、秋は虫いっぱいいるから苦手だし、冬は寒いから苦手なんですよ。そう、苦手しかないんだよね。でも一番好きなのは冬かな。だってクリスマスもあるし、誕生日もあるし、バレンタインもあるから、もらえることがいっぱいなんですよ。秋が美味しいものが確かにね。でもひなサンマ好きですよ。サンマ、秋の刀、もみじまんじゅうとか。みんな冬の思い出があって、なんか小学校の頃ね、学校でなんか授業があったんですけど、普通にでも雪が降って雪が積もったんですよ。そしたらその時になんか先生が外で雪合戦しましょうってなって、体育が潰れて雪合戦をしたんですよ。みんな手凍るぐらい冷たかった。お年玉楽しみだよ。何か欲しいもの、何か欲しいもの、なんだろう。なんか実際に欲しいものって言われたらさ思い浮かばないけど、いつの間にかあれ欲しいこれ欲しいって言っちゃうタイプなんだよね。日本シリーズ見に行けず、見に行きたいけどな。まあ、見に行けたらご報告いたします。
手袋避難するよ結構。冬とかしてます手袋。だって寒いじゃん。とりあえず3-4-5戦のチケットはオークス応援して席確保したので全力を。わお、すごいね。すごいじゃん。いいな。今も行きたいな。一般販売は10月24日の12時から。わあ、なるほどね。4日はさ、公展があるんですよね。行きたいな。野球行きたい。行けなかった時はちゃんとテレビで見てるんですよ。でもテレビで見た方がさ、選手が近くで見えるよね。応援グッズフル装備。そうだね、確かに。ひなさ、あのメガホンをさ新しくしたいっていうのがあるんだよね。ある球場でね、違うよね。なんかね、盛り上がり感が違いますよね。それはわかるかもしれない。野球ね、なんかちょっと前にビバ袋がもらえる日があったんですよ。もらえましたか？ひなはユニフォームでした。どっちも。ひなたんはインスタはまだできない。ひなインスタしてますよ。インスタはしております。やばい、目が覚めてきてちょっと嬉しい。ギフトを申します。マナフィさんボールありがとうございます。ウサギさんハートありがとうございます。アシュラさんボールありがとうございます。シロさんウサありがとうございます。
アシュラさん、ボールありがとうございます。ただの魚さん、お化けありがとうございます。なお、ごジュース7さん、音符ありがとうございます。よっちゃんさん、コウモリありがとうございます。ただの魚さん、お化けありがとうございます。ラムさん、ボールありがとうございます。長島優さん、お化けありがとうございます。ソイミルクさん、お化けありがとうございます。若さん、ハトありがとうございます。シロさん、ハトありがとうございます。19時からインスタライブでご帰省重大発表あるみたいなね。でひなも分かんないの。なんか怖いじゃん。怖い怖い怖い。それでは誕生日を読みましょうかな。13位、サンダさん、ありがとうございます。12位、ヤヨさん、ありがとうございます。11位、ストラトスさん、ありがとうございます。10位、ソイルホースさん、ありがとうございます。9位、中島優さん、ありがとうございます。8位、ひろたんさん、ありがとうございます。7位、あしらさん、ありがとうございます。6位、たじさん、ありがとうございます。5位、よっちゃんさん、ありがとうございます。4位、たださかなさん、ありがとうございます。そして3位、HKT 超絶おじさん、ありがとうございます。そして第2位、杉太郎さん、ありがとうございます。そして第1位、タンタンさん、ありがとうございます。パチ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 。よろしく、ショータイムしてじゃんけんして終わりたいと思います。ありがとうございました。それではじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんポン。ひなグー、あ、間違えた、ひなチョキを出しました。グーの人はいい答えかもしれません。チョキの人、パーの人は次絶対に勝ってください、はい、今日の夜の配信はとね、今日はちょっと、アイア公演のリハがあるので、帰ってくるまでにできたら、帰ってくるまでに時間があったらやりたいと思います。それではバイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。